はい、いよいよ今日はお引っ越しでございます。持ってきましたよ。見てください、この中にお家の熱帯魚約10匹、それと石巻貝5匹、大和マエビを2匹持ってまいりました。さあ、水合わせをしていきますね。それにしても暑い今日は、まずはどうしたのやろ。まずこの水をよいしょ、少し取らねばならない。よし、よし、この水をちょっと一旦減らして、こんな感じでございます。ちょっとビビってますね。そらビビるわな。そのままバケツで積み込んで車でゆら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 こぼれそうになりながら走ってまいりました。お、ちょっと満タンになる。そしてこの間作った秘密兵器を少し、まあ、さっきちょっとこれ何マサなんかの、ちょっとこの水を少し入れたろうかという感じで入れてみます。勝手に入れたらあかんのかな。ちょっと誰か専門家の方、こんなことしたらあかんちょっとって言ってください。ちょっとずつ入れる、こんな感じでどうやら、とりあえず家の飼育水結構なり水の量を持ってきたから、ちょっとずつなりましたらいけるかなと思いながらやってるんですけどね。それにしてもみんなしたい隠れとるな。これから大きな水槽に飛び出していくんだよ君たちは。これまたしかしすぐに大きくなるんやろな。ちなみに水槽が大きくなることに魚は大きくなるというふうにね言われてますよね。ということで、これとりあえずちょっとずつ入れておいて、少しずつなりました。ちょっと違う水が入るとやっぱり違うんかな。かなりちょっと動き出したな。あんまり急に入れた感か。こんな感じでセッティングしました。はい、で今度はこの飼育水と飼育水をよいしょ、ちょっと温度合わせて、よいしょ、温度に、ここを入れたのかなということでございますが、重たいですねこれ。おお、かなり重い。おお、なんだなんだ、出てしまった、水没した。重みに耐えられず、せっかくした、あ、まあいいか、なんとか見るかこんな感じでございますこれ見てる人は笑うてんねやろな。笑うてると思うけど、まあとりあえずここに入れたらいいとこでや。ね。ということで、少し飼育水も混ぜとこう。よいしょ。これ完全に混ざってしまうかな。やばいかな。いや。ちょっと待ってね。これは、これは大丈夫や。うん。いきなし混ざってないけど大丈夫や。よし。
お引っ越しします、ね、暑い。さあこのまま行っていいんかな。とりあえずビビるやろから。よし、まずちょっと水草から入れていこう。水草に隠れとる。あ、エビが隠れとる、エビが隠れとる。お、中華エビ。もしかしてやばい。いや、大丈夫や。泳ぎ出した。そして、よし。貝はいいとして、まずは、熱帯魚ちゃんたちを、よいしょよいしょ、荒くたくてごめんね。もうちょっとの辛抱やぞ。広い水槽に入るぞ。ちょっとビビってるな、やっぱり。そりゃビビるわな。これはハサミ打ち背中。よいしょよいしょ、よし、ほい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 。今入れてるのはネオンテトラとですね、ヤマトヌマエビかな。ちょっと結構あるな、まだ。君たち追いかけられてばっかりや。なんかちょっと水の量が多すぎや。もうちょっと減らそう。よいしょ、行くぞ。これはですね、水位がバケツの上に行かないと降りないんだよ。これまた結構ね、高い位置に水槽置いてるもんだから。よし、これで降りるか。よし、水が流れてる。ああ、我慢比べや。よし、重い重い、片手でこんな感じで。ああ、流れとないやん。あれ、はあ、しんどい。ちょっと休憩だ。よいしょよいしょよいしょ。おおお、飛んでいったぞ今。いや、勢いで飛んだぞ。大丈夫かな。エビも、エビも来てくれ。エビちゃん、ゴー。意外とね、こう上から見てたら小さい小さいんですけどね、泳いだら綺麗なんですよ。ネオンテトラのね。よし、あと一匹。よし、もう諦めろ。OK。 よっしゃー、これでみんなのとこ行ったぞ。ということで、あとは石巻貝や。これでまあ1時間2、まあ、2時間ぐらいちょっと少しずつ水合わせをするわけなんで、ちょっとまあね、ここら辺で。しかし石巻貝どうしようか。見えますか、見えますか。こんな感じの中におります。ちょっともうビビってる。どうしよう、ビビってますがね。この水合わせした後にこの水槽に放たれる瞬間が一番感動的なんでございます。水合わせをしてる間に石巻貝を入れてあげましょう。
まあ本当は貝も水合わせしたけど、これみたいですけど、まあこいつらは元気だから大丈夫でしょう。しっかりと水槽を掃除してください。と言ってもそんなに呼吸が、あ、こんな風にひっくり返るわけです。見えますか？これ自力で貝は立てないんですね。だからこうやって毎朝ひっくり返ってる貝を起こしてやるのが僕の日課でございますよ。あ、生きてるんか。よし、元気に皆さん頑張ってくださいよ。あ、一個ひっくり返っとるやん。まあ、こんなふうにひっくり返るわけですね。これをなんとかせる。よっしゃ、オッケー。これでいいか。結構落ち着いてるでしょ。これ上から見たってなんか綺麗とは思いませんね。ネオンテトラとオレンジの子、なんて名前あったか忘れた。それとちょっと白っぽい魚も入れてますね。今回ここにはちょっとグッピーは入れません。ちょっとこう小魚を入れてですね、水草をメインにした水槽にしたいなと思ってますよね。落ち着いてるな。よし、このまま放置。まあ、こんな感じでございまして、まあ、こんな感じで少しずつ後でまた水を入れていきます。これしかし流木の上にこれが落ちてるから流木折れてるっていうことはないよね。さて、水合わせが終わりました。ここから広い水槽に放たれます。これしかしどうしたらいいの。おい、君たち怖くないぞ。この袋がやばいな。おう、放たれた。どう、ちゃんと泳いでか。僕はるばる家からサロンにようこそいらっしゃいました。居心地はちょっと慣れるまでかかるかな。はい、これはダメだ。やはりさっきの水合わせがまずかった。うわ、破壊されてる。これはやばい。これは一から作り直しや。やばいな。なんてこった、なんてこった。あ、浮いてきたやん。おい、ああ、おい、頼む。とりあえずこいつはもう、とりあえず明日や。よし、餌をあげようか。なあ、疲れたけども、これ疲れた時に餌あげていいのか。とりあえずよく頑張りました。遠くはるばる引っ越してきました。よく頑張りましたよ。あれ、ネオンテトラどこ行ったの。ネオンテトラみんな隠れちゃうな、後ろへ。すごいな、臆病なんやな、こいつら。餌食べてくれる君たち。ほい、食べ出した、食べ出した。お腹すいとんねえな。
食べてる食べてる、元気元気。はいはい、餌でいい。しゃあ、もうちょっと食べな。